ご協力いただけるお客様でございます。社長にぶち切れていただくという。今日の社長の気分は上々ですよ、今。それをガタ落ちさせていただこうという。何言ってんの？あ、動画出してもらいます。動画？はい。これ、これで？これで言わせよ、ちょっとふざけるな。舐めとんのか。てっておー、どんどん進んどんね、どしけん。はい。TikTok はどうですか？いや、楽しいですよ。面白いです。もうライブを中心にやったの？基本はライブばっかですね。毎日？はい。すごいね。ショーしてくれて、あの1本動画上げさせてもらってるじゃないですか。あの時に僕の、TikTok の僕のアカウントに飛べるようにってリンク先を貼り付けてくれて、うん、それだけで1日で多分300から400ぐらい。あ、マジ？一気に貼ります。今日も貼っておきます。ありがとうございます。一言視聴者の皆さんに。皆様、もしよければ TikTok の方遊びに来てください。よろしくお願いします。なんでその大人びと。すいません、お待たせしました。おはようございます。おはようございます。お願いします。ご協力いただけるお客様でございます。お願いします。お願いします。はい、今なんて言って出てきました？一緒のとこ撮っててもしょうがないなと思って、あの向こう撮ってくるわとか言って逃げてきました。今日の社長の気分は上々っすよ、今。気分上々っすね。今それをガタ落ちさせていただこうという企画になっております。内容としてはお客さんに、はい、社長にぶち切れていただくという、まあ、理不尽なことでも何でもとりあえず切れてもらうみたいな。何でもいいんで、とにかくぶち切れてもらって、あのオーバーリアクションでも全然なんてことないのでちょっと不安そうですけど一応視聴者さんね、いつも動画見てくださってるんですけど、それでちょっと今回ご協力いただけることにありがとうございます。なりましたので、久しぶりのちょっと現場でこういう感じの、確かに、あのドッキリは私たちも久しぶりだからちょっと緊張なんですけどね。緊張してますけど、撮影をなんでしとるんだみたいな、まずね、そうですよね、その知らない体で、許可してない体で、許可してない体で、多分そしたら先から許可ってみたいな感じで言ってくると思うんで、もう知らんわそんなもんで、やかましいとっていう感じにしてもらって、社長のあのキブコ上場がこう落下し始めたぐらいで徹底礼をさせていただければと思いますので、はい、大変な、ちょっと演技力が演技力がちょっと問われる形になってしまいますが、きっと多分大丈夫だと思います。ちょっと皆さん楽しんでいただければと思いますので、はい、お願いします。じゃあすいませんが、よろしくお願いします。お願いします。あいつもあんだけできるなんて、早いよね。俺引き髪やん、俺ひなたやん。あ、じゃあ、初めまして。何言ってんの？あ、動画出してもらってます。動画？はい。これ、これで？あ、聞いてないですか？動画聞いてないです。何これ、動画って。あ、もう撮ってどうするの？え、撮ってどうするつもりなの？あ、YouTube をやってまして、もう佐々木の方から聞いてないですか？動画聞いてない。撮影が入るかもみたいな感じでは、まあいやーっては社長の小林もします。何これ、名刺なの？これちゃんとしてどうよ、これも演習。これちゃんとしたところもこれだ。そう、そう、どうしかなって申し訳ないです。あ、理由どう？社会人として。社長でしょ。はい。撮影しとるのは、まあ、しょうがないとしても、ちょっと音がでかすぎるんだよ。あ、足場の音ですか？うん、話し声とか。あ、そうですか。うん、一番いいやけど、ちょっともううるさいから、ちょっと音もしないから。
大丈夫ですか、すいません。社長さんなんですよね。これって何、正式な。いや、YouTube の時だけこれちょっと着させてもらってるんですけど。45にもなって、こんなふざけたことしてやってるんだ。いや、まあこういう YouTube からやっぱお客さんも結構来てますし、こうちょっと職人さんもやっぱ結構今 YouTube で働きながらしてくれてるんで、まあ、会社の時はすごい魅力あるんですけど、一部の人がなかったので、やっぱこういうの嫌な方もいらっしゃるんで、人柄でちょっとやらせてもらってないんですけど、俺気がせえ、ちょっとふざけるな。なめとんのか。ちょっと工事止めてもらおうか。そんな人にお金払うの嫌だから。ちょっと意地合いがあっちゃったんで、許可を取ってみるのもちょっとこっちの話ですけど。許可を取るよりも、あなたそのものが信用できない。人として、目は洗ってない。洗ってます。ちょっと整形したんですか。すみません。目がつり上がっちゃって。お前何目止めて。ポーズ。ごめんなさい。私の方もきちっと伝えできなかったので、ちょっと工事を止めることはちょっと難しいんですけど。いやいやいや。勝手にやっても、食べようと思うよ。まあ、動画はもちろん使わない。職人さんたちには別に罪はないけど、はい、うん、わざわざ朝早く来てもらって申し訳ねえとは思うけど、はい、ちょっと工事が中断して、止めて。止めて。ごめんなさい、ちょっとそれは。お兄ちゃん、工事止めて。あ、すみません、ごめんなさい。ストップして。お兄ちゃんたち、ちょっと休憩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 して。すいません。もちろんこの動画も使わないですし。何事なのこれ。何これ。ボクサー薬師安い。ボクサー休憩。すいません。決定。アップアップアップ。今の社長の気分どんな感じでしょうか。もう下げ下げですよ。下げ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 上場だったんじゃなかったですけど。何この人、どっちで行って、何この人。大事なお客様です。このお客様なの。大事なお客様です。ガチな大事なお客様です。近所の方とかではないです。エキストラの方じゃないです。マジガチなお客様です。本当にデブマジですか。はい、有給取って出てます。ありがとうございます、本当に。こっちにしてくださいよ。お前許可取ったって言ったもんね、でもさ。はい、許可取って、許可取って、撮影。俺、だからあんま言ってもなんかいかんかなと思って、なんかもう謝るしかないから。こっちも上がろうって、ずっとそれしか思ってなかったから。後で怒られるなって思いながら、いや、後で。取り忘れたんか、もう一度と思って。いやいや、しっかりしっかりさせていただいて。ここで、こちらで、チームなんで。許可取らせていただいて。フォロワーです。マジですか。本当に本当のセッサン。ホストのセッサンです。マジですか。マジ。あの、エキストラじゃないです。違います。マジのお客さんです。マジですか。はい。あれそのままですか。ちょっとマジで。いや、マジで、あの、慣れてます。あの、慣れてる。本当に慣れてるんですよ、本当に。あ、実際。いや、マジうるさい。すいません、これです。すいません。本当に実際に YouTube のれ、さしてて。何本か。出さしてもらっている。お知り合いですかね、お友達のチャンネル。あの DIY ドーラっていう。はい。あ、DIY ドーラって。はい。はい。DIY ドーラって。それでアマチュアグランプリとか。すごい。DIY ドーラ。ドーラって。はい。ちょっと。ちょっと張りましょう。あ、どうぞ。張ります。あと地元でなんとか重工。なんとか重工。はい。なんとか重工。なんとか。いや、
そういう名前。本当になんとかなんですか。医療系の YouTuber。 へぇー、知り合いがやっとって出てるんですか。だから多分動画慣れしてるんですよ。近い慣れしてるんですよ。近い近い先生結構な金額ですよね。塗装も3個あるんで。そうですね。しょうがないよね。いかがで契約されてるか。とっても安くありがとうございます。郵便局イベントやってたじゃないですか、うん、にご来店いただいたんですよ。本当ですか。まあ、もちろん他社さんも最初は取っていただくっていう話、はいはい、アイミスポって取りますよって言っとったんだけど、はい、そういう話して帰って、はい、YouTube 見たら保険の、はい、ああレッサーの、はい、レッサーの、はいはい、あそしたらやっぱりできるわと思って。あ、本当に本当にレッサーが決めて、この動画見て決め手で、マジっすか。もうレッサーあいみつなしでテコちゃんナイスいや、レッサーですレッサーが恩返してくれたかもしれないですね、もしかしたら。今日もなんですけど、トヨタでお会いさせていただくたびにレッサーのおやつをあ、マジっすかくださるんですよ、本当にありがとうございます。私はそのたびにそれを持ってドバに行くってレッサー皆さん、ポイント上がりすぎて、カットでこんな長すぎた、ちょっとこにゃおこにゃお可愛くないぞ可愛くないぞ可愛くないぞは悪口ですよ。本当よかった、よかった、大成功です。本当にありがとうございました。視聴者の皆さん、はい、いいのが取れたんじゃないでしょうか。いいのが取れた、久しぶりの伊藤です。久しぶりに社長を落とせたんじゃないでしょうか。はい、ちょっと宣伝ちょっと入れさせてもらうんですけど、足場資材の購入を今やってて、はいはい、まあ、結構ちょこちょこ来てるんで、ぜひ足場資材購入の声かけていただくのと、はい、工具とか資材もういっぺん購入かよっかって来てるんで、まあ、ちょっとどれだけ買い取れるかわかんないですけど、まあ、声かけてください、はいはい、あとイベントが7月14日オンラインセミナー、駒翔さんと対談で、駒翔さん、これも SNS で集客成功している会社さんと非常にありますんで、ぜひ。あと、YouTube がなんとか重工と DIY 道楽、 DIY 道楽、はい、リンク貼っとくんで、ぜひ皆さんぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせーので、学びでお願いします。はい、せーの、学びでもう俺は見たくないよ